どうもこんにちは、ガチャです。今回はコメントでもリクエストをいただいていた、日本が冬の時に暑い国へ行く場合のパッキングというか服装について話していきたいと思います。以前トルコとブルガリアに行く時のパッキング動画で気温差がある時の話をちらっとしたことはあったんですけど、ちゃんと説明した動画は出していなかったので、今回この動画を作ることにしました。って言ってもね、ほんと大した内容じゃないんですよ。しかも私のパッキング動画を見てくださっている方はなんとなくどうするか分かってるかもしれない。なので分かっている方は答え合わせ動画としてお楽しみください。チャンネルということで、日本が冬の場合、もちろん冬服で出発することになるんですけど、行き先が暑い国だと現地で冬服は不要になるわけですよね。なので素直に冬服を着ていったら、現地ではただのかさばる荷物になります。滞在中ずっと同じホテルに泊まるってことであれば、ホテルに冬服を置きっぱなしにすればいいんですけど、現地で周遊する場合はやっぱりちょっと邪魔かなって思いますよね。可能な限り身軽な状態でいたい、そんな方にはこちら、私の動画ではおなじみの折りたためるダウンとウィンドパーカーです。折りたためるダウンは結構昔にネットで購入したんですけど、もうね、中身がだいぶ出てきてしまって、とても薄いダウンになってしまったので、今年ユニクロの折りたたみダウンを新しく購入しました。旅行の時だけではなくて普段使いもできるので、持っていて損はないと思います。そしてこちらのウィンドパーカーはモンベルのものなんですが、私とずっと一緒に旅をしてくれている相棒です。これね、手のひらサイズだからポケットにも入るし、飛行機とかちょっと寒い時にも羽織れるし、膝掛けにも使えるし、でめっちゃ重宝してます。詳細はこちらの動画で紹介しているので、ぜひご覧ください。チャンネル。はい、続きまして、この2点をどのように使って冬の日本から暑い国へ快適に旅をするかということを説明します。まず日本から着ていく服装なんですが、私の場合は一番下に半袖の T シャツを着ます。そうすれば現地でもその半袖 T シャツを着ることができるので荷物になりません。でその半袖の上にこのウィンドパーカーを着て、でその上からこの折りたためるダウンを着ます。以上。こうすれば現地で使わないウィンドパーカーとダウンは折りたためるので、現地ではコンパクトに収納することができます。一番下が半袖って寒くない?って思う方もいるかと思うんですけど、正直ちょっとスースーします。でも考えてみてください。家から空港まで寒いところにいる時間ってごくわずかじゃないですか。ほとんどが電車の中とか空港の中にいません？って思うと、そのごくわずかな時間のために分厚いセーターとかモコモコした服を着ていくのもなーってことで、私は半袖でやらせていただいております。もちろんこれは私の場合なので、皆さんは自分の体と相談してみてください。はい、ということで、冬の日本から暑い国へ行く場合のパッキングというか服装についてシェアしました。これから年末年始とかに東南アジアやオセアニア方面に行く計画をしている方もいると思うので、そんな方々の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。